僕ちんの得意楽器はもちろんマラカス。これが結構繊細な楽器でね、振り方によって結構音が変わったりなんて、うんちく語るよりもマイガールには僕たちの音色を直接聞いてほしいな。カルテットナイトはクセモノ揃いってよく聞くけど、4人が集まれば何かすごいことができるかもって僕は思うんだよね。化学変化っていうのかな、ファンのみんな以上に僕が楽しみにしちゃってるかも。なのでこれからもどうぞカルテットナイトをよろしくね。レイちゃんからマイガールへのお願いだよ。実は僕が音楽を聴くシチュエーションって特に決まってないんだよね。気分によって選曲したり、シチュエーションに合わせてムード作りに使ったり。音楽を聴くって別に心構えが必要なんじゃなくて、すっごく自由なことじゃない？だから今回のヘッドホンの CM もみんながやらなそうなことに挑戦してみたんだ。ヘッドホンから流れる音楽に合わせて即興で踊ったり歌ったりして、僕なりの自由を表現できたと思う。どうかな？感想待ってるよ。